どうも、たぶやんです。メガドライブミニ2、キャプテン翼、続きやっていきたいと思います。前回、グループリーグで大須にリベンジしました。今回、北山と対戦したいと思います。10番美里と6番牛山に注意しろ。美里はタックル、牛山はブロックが得意な選手だ。まあ、相手云々よりも前回うまくいったブラジルタイプ続けたいと思います。カウンターね、ちょっと敵の能力が高いとプレス効かないんでね、ツートップというかな、あ、これ翼くんが10番ね。で、木杉くん前回1点入れました。右サイド滝くん行くぞ。左サイドバックは永山くん。中山選手、怪我でね、カタールワールドカップ出れないのでね、中山の分もワールドカップ頑張ろう、行くぞ、深井君。さあ、相手の作戦どうだろうね、前半見ながら行こう、滝君、あ、かわされるということは敵、基本能力高いぞ、これ、伊沢君も行け。竹本君はドリブルで進んでくるタイプの選手か。もう一回行け、伊沢君。左サイドバック永山っていうことは左に行ったってことかな。これ美咲君ナイスカット。小川君ドリブルでかわす。 OK。 さあ美咲君スルーパス出したいけど出す場所がない。ゴールデンコンビであ、美里くんだ、これやばい。おーしよし、なんかワンツーとかゴールデンコンビとかシューテストリオが一番なんかカットされにくいような気がするけどな、このゲーム。さあ美咲くん前に行った。翼くんがドフリーだ。ここはバナナシュートでいくか。空中戦じゃなくて行く。誰もいない。オープニングショットは翼。水野くんパンチング、マジか。水野くんの能力やるじゃないか。やっぱこのゲームキーパー大事ですからね。どんなにピンチになってもキーパーの能力で止められてしまう。高杉くんナイス。一回滝くん広がってくれ。右サイド。さあ大事に1点を取り、おお、あそこまで翼くん逆サイドまでパスコース。よし、今美咲くんがフリーになった。いいところに自分でフリーになったね、美咲くん。オーバーヘッド。フリーになるのがうまかったぞ今。なんかブロックが上手なやつが。6番牛山君、あ、水野君キャッチングでボール当てる。このキーパーはなかなかですよ。ナイスカット翼君。じゃあドリブルでいってみるぞ。ヒールリフト。キーパー水野君と勝負。ああ、こぼれ球。でもこれゴール空っぽじゃない？あ、バランス崩してるだけなの。嘘。ファミコン版だったらゴールは空っぽ弾になるんだけどね。よーし、決めました。翼くんのシュートからの美咲くんが詰め込みました。この先制は大きいぞ。さあカウンターで来てるんでディフェンスカウンターね。おっとパスされたか。前で守るぞ。うわー、これどっちだろうな。タックルでいくか。おお、ドリブルできた。どうだ、パスかこれ。あ、パスされたか。素早くワンツー、やばい。さあ石崎君顔面ブロックいくか。顔面ブロックかな。パスカットするか。石田はドリブルできた。しかしブロック成功。さすが顔面ブロック。浦部君ナイスフォロー。おっと向井君ワンツー。あ、パスカット、これやばいな。やられたー、狙われたー。タックル、パスカット、よし。翼君ナイス。もう時間がないか。オッケー。さあ1点を守りました。できれば2点目取りたいけどね。いくぞ。リードして折り返しました。あきくん、まあレベルを上げるのになんかパスとかもやっていきたいけどね、どんどんね。あんまり前から来ない感じかな。これノーマルかもしれないね。敵の守備プレスでもないけど、まあまあプレスしてくるみたいな。全然1点勝ってるからね。パス回してから行こうぜ。ここカットされないでしょ、まさか。中山君、左サイドバックといえば中山、長友ではなく中山。浦部君のロングパスあるよ。ロングパスどうだ。いや、いいドリブル。浦部君にはこれがあるからね。ロングパス、飛べー。一つ得意技があるとね、使えるよね。美咲ワンツー、中央に突破して。美咲君、この状態からのシュートがね、ないから。いや、でも空中戦やられたからな。ゴールデンコンビ、ここでいく。簡単なキーパーではないからね。大沢君、さあキーパーと1対1。スルーしたらどうなるの。あー、逆だったらよかったけど、シュートだ。あ、水が巻いている。さあこれパンチングされても跳ね返りですよ。これこぼれ球勝負。きたー、翼くんのところにいいのが来た。体勢崩してる。しかも強烈なボレー。これは取れないでしょう。美咲翼の一人では決められないけどね、チームで勝つ。さあ2対0。完全に南葛ペース。いける。ナイスカット、翼。高杉君がフォロー。オッケー。岸田君へどんどんパス回していこう。どんどん中盤の伊沢君に持っていってもらうぜ。右サイドでブラジルタイプだから右サイドしかいないからね基本空いたところにオープンスペースに左から走っていくみたいな。いいよ、相手もワンツーだ。ここで木杉君、あ、これやば。あ、やばー戻れー。パスカットでしょこれ。ドリブルで来るのかい。センターバック、あ、牛山君だ。パワータックルの勝負したいね、ここ。翼君と浦部か。いけ。おお、浦部君取った。ここでロングパス。ここ空いてる。空いてないか8番の頭越えて。よし、来た。滝君、滝君のドリブルからのセンタリングが欲しいです。来すぎのところ、センタリング。さあ来た。これ初めてのスルー。頑張れ来すぎ、スルー。ナイススルー。あ、でもキーパー反応してなかった。くそオーバーヘッドだ。美咲くん、どうだ。あ、水野キャッチングに行った。パンチングだったら取られてたかもしれないけど。いやー、これで試合楽になりました。3対0。よし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 。もうね、オース SS に1回負けたからね、あれでちょっとね、緊張感がね。もう時間ないでしょ。残り10秒。超ロングシュートでやっぱりな、やりました。北山撃破です。相手にシュートを打たせませんでした。これで、グループリーグの戦い、あと2連勝すれば、グループリーグ突破ですよ。レベルアップです。9人レベルアップ。順調だね。なぜ立花兄弟がいつもこう ピックアップされるのかわかんないけどね。決勝トーナメント出てくるんでしょうか。決まった、ゴール。あっと、ここで試合終了。島原敗れ去りました。あ、やったわ。翼がまた勝ったのね。大会2日目、南葛はこの島原戦にも危なげなく勝ち越し、ここまでの通算成績を3勝1敗としていた。明日行われる花輪との一戦に勝てば決勝トーナメントへの進出が果たせるのだ。あ、そうなの。もうダイジェストで勝ったことになってる。そいつはどうかな。この予選1組の代表は明和と俺たち花輪になるんじゃないかな。あ、立花兄弟来た。なんだとふざけやがって。まあ明日の試合楽しみにしてるぜ。バイバイお猿ちゃん。なに、おい、誰がサルだ。この、確かに明日の予選決勝は厳しくなるぞ。監督、立花正雄、和夫兄弟ならではのコンビプレーと速攻は今大会ナンバーワンだと言われている。現にあの明和との試合が引き分けに終わっているんだ。明和と引き分け。それじゃあ。そうだ、明日の試合引き分けでは決勝トーナメントには出れない。花輪に勝たなければならないんだ。花輪か。やっぱり立花兄弟出てくるのかい。美杉くんもいるよ。次回もお楽しみに。さよなら。